黒部市民病院は、富山県黒部市にある医療機関。二次医療圏である、新川医療圏の中核病院であり、同医療圏唯一の災害拠点病院である。二次救急医療を担当している。他に、黒部市に隣接する自治体の病院として、富山労災病院、朝日総合病院がある。第二次官選奨指定医療機関に指定されている。 1946年秋に病院の設置が決まり、同年10月に厚生省に補助を申請。富士腰工場の山室、東岩瀬の寮を移築して1947年に着工、5月8日に自震祭が開かれた。12月23日に国民健康保険組合下に一家厚生病院として開院式が行われた。この時点での病院は2階建てであった。 1953年には桜井町立となり、1954年に黒部厚生病院に改称、1976年に現在の黒部市民病院に改称された。1980年には鉄筋6階建ての病棟が、1982年には鉄筋3階建ての外来診療棟が建設された。1995年3月、 第2病棟南側に新病棟が着工し、1996年に、春工。同年10月12日に新病棟に移転した。新病棟は、鉄筋鉄骨コンクリート造り地上7階建てで、延べ床面積は1 1373平方メートル。アメリカボールチモア医療センターをヒントに、全国初のコンベックス型の病室を採用し、 母子医療センターや血液がん治療セクションも新設している。1998年6月、改修工事が完了。病床数も424床となった。2015年9月24日に新外来、診療胸での診療を開始した。ありがとうございます。